とねビめゾーも松井の遠京2年うるう12月16日は、紀州徳川家当主、徳川宗直の娘で、聖遺体将軍徳川義宗の幼女、仙台藩主伊達州村の正室で、藩主伊達州村の養母、同じく義宗の幼女である清志藩院の養妹に、当たる。本名は峰姫、後にト根姫、伊達家に入って厚子、幕府祖谷伝では綱子。 将軍幼女なので当然、本人及び幕府からの付属管理は、須原や万部館に登場しており、武館では、ト姫で記載される。仙台市博物館に、肖像画があり、仙台市史、通史後金星産に掲載されている。教法2年8月1日出生。聖母は、斉藤氏。徳川宗信の異母姉で、熊本藩主、細川宗隆の性質である。 き姫の同母姉にあたる。同六年に、放送を、同十五年にマシンをわずらう。教法十八年より、仙台藩主伊達吉村の志士である、伊達隆村との縁談が進められ、教法二十年四月二十三日に、徳川吉宗の幼女となって、将軍家に入り、同年五月七日に宗村と婚約し、同年十一月二十八日に婚礼を挙げる。 婚約の正式発表とともに、徳川将軍家の娘を正室に迎える慣例により、同年、あたご下の江戸藩邸中屋敷の一角に、幕府指導の下、御主伝が造営される。また、仙台領内での、トネと称する女性名の禁止、及びトネ姫の継承将軍養女である点を考慮して、姫義美様と呼ぶよう通達された。また、 トネ姫の年間経費を6000両と決定された。原文2年ウルー11月15日に厚子と改名。原文4年に源の姫を出産。源の姫は後に佐賀藩主、鍋島重持の性質となる。なお、関西重修諸家府の伊達氏経図の記述ではなぜか、原文案年に娘の源の姫と共に江戸城を奥に参ったとある。漢方3年に、 夫の宗村が吉村の隠居を受けて仙台藩主を相続すると芝口の江戸藩邸城屋敷奥方が中屋敷の御主殿に順じて改築され延居2年に厚子は上屋敷に移る同年12月3日に2番目の女児を出産するが溶接し本人も同年うるう12月16日に死去した改名は雲松院伝売月清志慶大使母書は 大都市でら。将軍家の幼女は、実子同様に扱われ、婚礼後も、幕府より姫様型用人などの直進の管理が、派遣される。役人から、かご下きまで49人、女中69人に及ぶ。幕府出向者は、トネビメ死去以降は幕府に戻った。また、仙台藩側からも、トネビメ先族のご主伝付役人95人が、任命された。 なお、関西重修所課府によると、官方3年から延教2年まで、川勝三鷹が、トネ姫様方容人を務めている。原文6年観光の武漢でのトネ姫の付属管理は、以下の通り。なお、武漢の掲載都合により、実際とは、若干の差がある場合がある。トネ姫様容人、同様だし、同五番位、同侍衆、同大書番。 仙台総生第一巻の竹略系掲載は同書70ページ。図版47号仙台版では幕府の多くにあたるものを奥方と呼び、特に仙台城の奥方を中奥というと仙台市市、通史後金星さんにある。ありがとうございます。